時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに実刑に一族を滅ぼされし少年、内葉佐助の姿があった。ひとときこそ安寧を過ごすも、復讐の道を歩むため少年は闇へと流れ、ついには兄内葉イタチを制するに至る。されど、かの言動は全てが虚実。真なる敵は木の葉にあった。か細き憎しみの種火はやがて第四次忍界大戦の大火へ。開かれた大戦の門、戦場へ向かうそのさなか、内葉佐助は予期せぬ姿を瞳に捉える。それは現世によみがえりし兄の姿。時を経てわだかまりから解かれた二人は、ついに兄弟へと戻り、そしてなすべきことを成したイタチは光へ消えた。俺はお前をずっと愛している。ただ一言、真実の言葉を弟に残して。俺は一体。見つけた。水月、それに十五か。探し。で、今さらお前らが俺に何の用だ。わざわざ俺を探してまで。それがそのすごい巻物をオロチマルのアジトで偶然見つけちゃってさ。見て見てみ。な、すごいでしょ。これだ、すべてを知る人間。とりあえず会わなければならない奴ができた。え、誰？オロチマルだ。はぁ、な、何言ってんの。オロチマルは君がぶっ倒したじゃん。あのしぶとい男のことだ。あれくらいで消え去るものか。十五、そこの女を連れてきてくれ。こいつは兜がさらっていた木の葉のくの一だ。樹院にはオロチマルのチャクラが流し込まれている。それを逆に利用して奴を呼び出す。ちょっと待ってよ。オロチマルを復活させるなんて危険すぎるって。虫かよ。解除封印。ハハハハハ。
君たちの方から私を復活させてくれるとはね。ほら言わんこっちゃない。やっぱ襲ってきたじゃないか。あんたはまだサスケを狙っているのか。さてどうか知らねえ。遅い。まだまだやれるでしょう。ちょっとおちょくられてるよサスケ。おい行けるぜ。フッ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 オロチマル、あんたの考えは分かっている。追いつけろ。オロチマル、気は済んだか。もういいのか。肩慣らしだしね。この程度でいいわ。それに戦ってみて分かった。以前とは少し違うよね。さてオロチマル、あんたにやってもらいたいことがある。そんなこといちいち説明しなくてもいいわ。あの子の中でずっと見てたから。彼らに会ってどうするつもり？俺はあまりに何も知らない。奴らに全てを聞く。そんなこと知らなくてもいいじゃない。君はまだ子供なんだから。そうじゃない。今はもう子供じゃない。子供ではいられない。そもそもの始まりは何だったのか。俺はどうあるべきであり、どう行動すべきなのか、すべてを知り、自分で考え答えを出し、己の意志と目でなすべきことを見据えたい。今のあなた、悪くないわね。いいわ、協力してあげる。ついてきなさい。場所はどこだ？あなたもよく知っている場所よ。さあ、行きましょう。